どうも、ゆうたでございます。現在やってきておりますのは、京王線の新宿駅です。今回はですね、数日前に京王7線系になんか変化があったみたいなので、そちらを見ていこうかなと思います。それでは、よろしくお願いします。3番線の特急京王八王子行きに使われている車両は、京王7線系の10両固定編成の 7728F です。この編成は10両固定編成ということなので、後の方まで残ると思いますが、京王の7線系も数が減ってきているので、今のうちに記録することが大事だと思います。接近放送がかかりました。そろそろ今回の主役の車両がやってきます。奥の方から目に優しそうな色をしたライトを灯して京王7線系がやってきました。こちらの編成は4両編成と6両編成の連結で10両になっています。現在4両編成の方はフルカラー LED の幕を採用しておりますが、2019年頃までは幕式のものでした。今回はこちらの 7805F の何かが変わったお話になります。10秒くらい前の話をすぐに覆すような発言をしますが、今回の主役はどちらかというと 7805F ではありません。主役はこの編成の相方の方になります。この 7805F をはじめとした同じ見た目をした4両編成は基本的に末尾が同じ6両編成と連結をします。例えて言えば 7803F と 7703F みたいなものです。その理論でいくと、この 7805F は 7705F と連結をするということになりますが、なんと連結相手は7705F ではなくて 7709F でした。これは一体どういうことなんでしょうかね。動画の後半で多分解説をします。多分ですかね、多分。それでは乗車。内装はいつもの7線系と変わりはありません。実はこの編成、以前にパンタグラフが多すぎる編成を紹介した際に載っていますので、そちらもぜひご覧ください。ドア上の LED 表示器はいつものものと変わりはありません。この車両は東急車両で昭和の59年頃に製造されました。隣のホームには8線系が止まっていました。こちらの形式は7線系の8年後、1992年に登場しました。ですが7線系にも8線系より新しい車両があります。それは相方の変わった7805F などの7線系の4両編成と2両編成です。列車は新宿駅を帝国通り発車しました。この先、笹塚、明大前、千歳烏山、調布の順に止まります。新宿駅を出ると急カーブを曲がります。ほぼ90度曲がっています。
京王線の下り列車に乗っていると、とある場所からスピードが上がります。それは現在走行中の旧初台駅のホーム跡を過ぎてからです。おそらくなのですが、昔の京王線は旧初台駅を過ぎた今のあたりで地上に上がっていました。なので地下化された年代が違うので設備も違うのかなと思います。もしくはカーブが少なかったりするからなんじゃないかなとも思います。今見て分かりますように、実際に速度が上がっています。気のせいなのかもしれませんが、この編成に乗った時加速力が通常の編成よりも強かったなっていう印象があります。パンタグラフが多いのもその原因なんでしょうかね。笹塚駅の手前で列車は高架に上がってきます。見ると線路が増えていることがわかります。新宿駅発車時点では線路は上り下り合わせて2本だけでしたよね。この真ん中の線路は都営新宿線の方からやってきた京王新線と呼ばれる線路です。ホームドアのついた笹塚に到着します。ここから先は全面展望でお届けをします。列車は笹塚を発車したら代田橋を通過して明大前に止まります。進行方向の右側には都営新宿線の方面からやってきた列車が折り返す引き上げ線があります。上下線の間が狭まってきたら環状7号線を渡ってすぐに代田橋の駅を通過します。この駅は高架化工事の際に島式ホームになる予定です。高架化の記録も始めた方がいいかもしれませんね。進行方向左側には何やら建造物があります。これは将来京王線が通る高架の柱であります。明大前の手前にもできました。井の頭線との乗り換え駅かつ通過禁止駅の明大前に到着します。明大前駅を発車しました。現在明大前駅は井の頭線との交点にありますか。昔はこの辺りにあった模様です。ホームの長さも短かったと思いますので、下高井戸と近すぎるなんてことにはならなかったのかもしれません。下高井戸を通過します。この駅は東急世田谷線との乗り換え駅でもあります。なんとここで目の前に5000系が現れました。この列車は特急の新宿行き、おそらく54系運用です。この時焦ったんですけど、てっきりね、今日がこの日が休日だと思いまして、なんで5000系が走ってんだって思ったんですよね。マウント高尾にしてはちょっと時間早いなって感じだったので、ああ今日平日だったんだと思いました。しかもダイヤ改正以降この時間帯に走ることは少なくなってたんで、あえてラッキーとも思いました。とここで桜上水を通過します。左側は各駅停車の列車、右側はこの駅始発の都営線元八幡方面の各駅停車です。そして8000系のこれは各駅停車が特急でしょうかねとすれ違いました。桜上水には留置線がありまして、2本の列車が止まっていたと思いますが、それはどちらとも
以前に投稿した各駅停車つつじヶ丘行きの回想としてここまで来たものになります。あっという間に上北沢を通過しました。また上り列車とすれ違いましたね。さあここからは上りの勾配を駆け上がりまして八幡山駅に向かっていきます。表示器を見ると分かったかなと思いますが、この八幡山駅なんと0番線があります。それは現在走行している場所です。さあここでまたもや列車を追い抜きました。快速の橋本行き、都営1300型の電気車でしたね。さあ左側には留置線の跡が見えます。なんと高架化の際にこの留置線が範囲にかぶってしまうということで解体されてしまいました。なんか使い回せそうな感じだったんですけどね。ということでこちらは露化公園でございます。なんとね、さっきからずっと話してんのに話しきれないんですよね。駅と駅の間隔が近すぎて。でこの辺りの左側には今年度から柱が建てられます。やっと一駅着きましたね。次の駅は千歳烏山です。なんか右と左に敷地が広がってるような気がしますが、これは60年ほど前にあった大肥線の名残です。千歳烏山は高架化後に大肥線ができますので、実質的には復活ということになります。この大肥線がどこに行ったのか今後取り上げると思いますので、お楽しみにしていただければなと思います。運転手さんありがとうございました。ということで千歳烏山に到着しました。ということで駅で降りましたが、なんと屋根がありません。高架化後に期待です。この幕車も綺麗ですね。7000系は高架線を走るんでしょうか。調布駅付近の鹿が2年前に6000系が引退しましたので、もしかしたら高架線開業2年前に7000系が引退なんてこともあるかもしれないですよね。それでも末永く活躍してくれればいいなと思います。あの列車が発車してからすぐ後ろを向きますと、次の快速列車がいました。なんとこの特急橋本行きと快速橋本行きの間隔は1分。定刻で発車できるのかって思いますけど、多分できてます。ということでこの後は若葉台に向かいます。おそらく後日の映像になると思いますと思ったんですけど、また長い動画になってしまうので一旦区切ります。はい、ということで今回は 7805F と 7709F に乗ってきた動画になりました。 7705F がどうなったかは来週の動画で投稿いたしますので、ぜひ待ってていただければなと思います。チャンネル登録としていただけると見逃さずに見ることができると思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。